イエース、ショータイム。二等兵の友人やんです。T 隊長です。隊長でございます。はい、今、うん、大村愛知県知事、うん、リコール署名、うん、署名運動が、はい、今名古屋市愛知県では、うんうん、愛知県名古屋市では、うん、行われているはず。はず。ですが、うん、そんな空気は一切のない愛知県でございます。うんうん、今日、9月26日なんですけども、うん、9月25日金曜日のニュースなんですが、うん、愛知県大村秀明知事のリコールを目指す団体の中で、まあ、その名古屋市の河村たかし市長が知事の辞職勧告決議を求める請願を県議会事務局に提出しましたっていうニュースが出ました。が、まあどれもその、うん、まあどちらかというとそんなに河村市長に対する意見は辛辣で、例えば事実関係に基づかないことを言っている、本人河村市長が来るのは常軌を逸しているっていうことを大村秀明愛知県知事が言いましたっていう締めとか、まあそこの部分を指して、例えばその共同通信なんかは河村市長常軌を逸しているなんて挙げ方で読むと、なんかまあそういうことがあったのねってわかるんですけども、タイトルだけで、タイトルだけで見ると河村市長本当に悲しい人だなと思うみたいな。それを大村さんが言った、大村さんが言ったけども、その部分を抜粋して河村市長ちょっとドッキングすると、なんかそっちが一方的に悪いみたいな見え方は若干しているなぁなんて、まあ、そういうふうに作ってそうですよね、はい、なんて思いつつ、まあ、その私も、うん、あの受任者なので、うん、署名用紙が来て、うんまあ、友人に声をかけるじゃないですか、うんうんうん、まあ知らない、知らないですよね、知らない。河村市長のそういう報道はバンってやるのに、はい、リコールはやらないっていう、で、なんて言うでしょう、あの聞くって、やってって言うと、あ、確かにその、コロナ禍での右往左往、あとか、止めなくていいものを止めたっていう感覚を持っているので、みんな署名はしてくれるんですね。頼むと署名はしてくれるけど、なんでそんなこと行われてんのって聞かれて、いや、実はのトリエンナーレで、その、昭和天皇の肖像を燃やして踏みにじったやつで、税金を使ったんだよ。へえなんですよね、いかんと。で、まあ、今回そのニュースが来て、まあ、他のニュースも見るとなかなか票集めが難しそうだ、なんて、要は86万票いるよと、だってみんな知らないですもん、みんな知らないですよね、本当本当そうなんですよ。で、なんかその県外の方がニュースやってるって聞かもしれない。なるほど。で、そんな河村市長上記を河村市長上記を逸しているっていうコメントに対して、なんか愛知県民を信じているぞみたいな、ちゃんとあの下してくれよみたいなね、あのコメントが寄せられるんですけど、いや無理だよ、みんな知らないから、みんな知らないからって今ちょっとドキドキしています。あの他の県民の意識の高い方からは頼むぞと、お前らでちゃんとリコールを成就させてくれよっていうコメントをいただいてるんですけど、あのヤフーのコメントとかで、そんな温度じゃねえよ、そう、愛知県そんな、そのリコール問題を話題にしてるところを聞いたことないですもん、はい、そうなんです、誰かが、そうなんですよ。で、私もその友人、家族を中心に、その票は今、集計というか署名をお願いしてるんですけども、多分ね、これね、なんて、まあ、アントニオ猪木がいたらぶん殴られるところですけど、やる前に負けることを考えるやつがどこにいるってビンタされるとこですけど、ちょっと曇り空な感じがしています。そんな空気はありますね。ありますよね。ただ下を向いてばっかりもなんですし、また我々ね、あの他の動画では、あのアドラーとかエニアグラムとかの動画も上げて、要はその必要なのは愛だ、みんな
みんなには愛を与える側、僕たちは愛を与える側なんだ、うん、それが共同体感覚なんだみたいな意識を持ってるじゃないですか持ってることにしましょう、持ってるとしましょうよ、はい、持ってるじゃないですか、うん、なので、うん、その大村県知事を、うん、と敵だじゃなくて、うん、いや愛知県にはこんないい人いるよ、うん、この人県知事だったら、うん、愛知県かっこいいんじゃないとか、うんうんうん、っていうのを考えてみて、うん、それが、うん、わってなれば変わらないかなっていう、うんうん、まあ得意な妄想ですよ。妄想 M8 のそもそもは妄想チャンネル、そうだね、今ない丸々を妄想するチャンネルですと、うんうん、なので次期、うん、もう大村県知事リコールが決まりました、うんうん、おめでとうございます。高須委員長おめでとうございます。おめでとうございます。でちょっと、うん、こんな愛知県知事だったらいいんじゃねえかっていう候補を考えてみましたと、うん、考えてみましょうと、考えてみましょうと、はい、第一候補、うん、ということであれですよね、愛知県の有名人、そう、まあ、まあまあ言ってしまうと愛知県の有名人こんな人いますけど、うん、県知事どうでしょう。愛知県出身の有名人です、ね、第一候補舘ひろし。おお、舘ひろかっこいいダンディ、うん、ダンディ、あの高山刑事、うんうん、危ないでか、うん、この方実は、まあ、実はというか、うんうん、愛知県立千種高校という、うん、とても頭のいい方で、もともと代々尾張藩の藩士、うんうん、で徳川から配慮した徳川家の離れで医者をやってた家系です、うんうん、なんで父親は内科医、うんうん、弟も医者、うんうん、みたいな家系で、実は、うんうん、頭が良い、出来の、実はとても何て言うんだろう、うん、こういうの何て言うんでしょうね名門、うん、名古屋の名刺な、名刺の名刺なんですね、うん、なんでそのあとかっこいい、うん、かっこいいですね、あの威圧感があって、うん、とても端正、うん、僕が思う政治家で大事なのは、うん、結構見た目も大事なんじゃないかって思ってるんですよね、うん、ちょっとお茶目な感じもあっていいですよね。いいですよね、うん、でちゃんと、うん、諸葛亮公務員は必要だと思ってます、うんうん、ちゃんと政治的なちゃんとした頭脳は、うん、ブレーンは5つ、うん、発信者、うんうん、発信者は舘ひろし、この構図いいんじゃねえか、うん、いいっすね。第2候補エントリーナンバー2番、天野博之、天野地、昭1970年生まれ、うん、今50歳かな、50歳ですね、50歳、うん、この方愛知教育大学附属高校なんで、高校でも頭がいいので、うん、で大学は日大行ってるんですけども、うん、もう大体高校の時頭いいやつっても頭いいじゃないですかまあちゃんと勉強してきた人ですね。ちゃんとそう頭のいい、うん、で喋れる、うんうん、でブレーンでウドちゃんがいる、うん、ブレーンウドちゃん、ブレーンウドちゃんと、もちろん諸葛亮孔明はいますよ、うん、諸葛亮孔明がウドちゃんじゃなくて、ウドちゃんじゃなくて、まあ2人、うんうんうん、この見え方どうでしょう。まあ、うん、面白いダメかな、面白いって感じですよね。なるほど、うん、だからまあちゃんと喋れて理路整然と説明できるっていう点、広報的にはいい感じですよね、はい、なんで、うん、昔東国原さんが、うんうん、そのまま東さんが宮城県の、うんうん、っていうことをやったり してましたし、その愛知県をどんどん売ってもらうっていう意味でどうでしょうと、うんうんうん、第3候補松井玲奈 AKB 所属、はい、これね、うんうん、要はブレーンとしては、うん、指原ですよ。サッシーと仲がいい、あ、いや空気読む天才、うんうんうん、サッシーと松井玲奈が愛知県知事、うんうん、ブレーン、サッシーもいますと、うんうんうん、空気を読みつつ、うん、ちゃんと諸葛亮孔明います戦略的な絶対います。刺してますここに、うん、で常に刺してます。で、あ、秋元さんつけますよ、うん、秋元さん付きで、うんうん、であとはまあその
松井さんがつくことで男性人気、うんうん、今まで選挙に興味がなかった層もすくい上げる、すくい上げ、いきそう、話題にはなりそうですね。話題には、うん、話題にはなりますよ、愛知県、ね、松井玲奈が県知事だと、うんうん、投票にで握手券付き、わっ、あ、それで、いや、選挙違反になりますそうですけどね。でも街頭で握手はみんなするじゃないですか。ああ、それと一緒ですよね。すごいですね、それ握手したいから、まあ、握手券はつけないですけど握手したいなら投票してくださいですよね、うん、そう、選挙運動のところに行きますよね、はい、握手松井玲奈さん、すごい戦略だ、はい、うん、諸葛亮公明付きで、はい、で、うん、第三候補、うん、鳥山明、うん、あの常に長者番付を賑わしていた、うんうんうん、ドラゴンボール、あられちゃん、あられちゃん、うん、2つの大ヒットをさせた、うん、強度を誇る英雄でございますと、うん、英雄、例えばその島根県とかだと、うんうんうん、ゲゲゲの鬼太郎、うん、で鬼太郎ロードとかがあるんですね、うんうんうん、町おこしとして、うんうんうん、いや、だったら、うんうん、あのドラゴン、悟空通り、あ、いい、クリリン通り、ヤムチャ通りがあってもいいじゃないですか。ペンギン村がいる、ペンギン村あってもいいですよ全然いいですよ、はい、でもう県知事として鳥山明さん本人出なくていいですよ、うんうん、マシリトで、マシリトで、マシリトが喋りますと、いつもマシリトが喋るこれ画期的ですよね。画期的ですよ。あのトリエンナーレの事件なんて起こりませんよ、うん、トリエンナーレはだから鳥山明ナーレになりますそれでいいですよ、うん、そっちの方がだってあんだけね、要はガンダムができて、うん、ガンダムが立ってて大騒ぎしてるじゃないですか、うん、だったら愛知県もそうドラゴンボール生かせよ、世界のドラゴンボールですよね、悟空、あ、そう、ドラゴンボールもそうだし、うん、あられちゃんもそうだし、うん、生かせばいいじゃん、うん、あとはドラゴンクエストもあっていいですよね。ドラゴンクエストもあっていいですよ、ね、アリアハンがあってもいいですよねアレフガルドとかね、そういっぱい、はい、面白そうですよねっていうこの4人、うん、4人あとはまあ一郎選手と怖そうですけどね、はあ、あのデブは死刑みたいな朝はカレーみたいな、ね、でもマスコミからのバッシングがバシッと言いそうですよ、ええ、ね、そのあスルーで、スルーで、その意見スルーで、うん、スルーでって全部スルーしちゃう、ちょっと皮肉を込めた返しとか、はい、得意そうですもんね一郎選手、うん、もしくはハンバーグハンバーグ師匠でも、うん、こんなね、うん、今いる大村愛知県知事よりも、うんうん、よっぽど僕はなんかそっちの方が夢があって、うん、夢はありますよね、夢があって、うん、愛知県のことを魅力的に PR できるっていう点でいいんじゃないかなんて思ってます、うんうん、いいっすね、本当いいっすねって思ってます鳥山明は面白そうだね。あ、面白そうですよね。常にマシリトが喋る。あ、マシリト、うん、ご存知ない方はちょっと見ていただくと分かると思います。はい。または何にしても諸葛孔明がいるって話ですよね。まあ、これはあの著名な、うん、あの経済学者さんなり、うん、引っ張ってきて、うんうんうん、あのまあ経済的にも、うんうん、日本の歴史的にも、うん、ちゃんとした知見を持つ方、うんうん、はい、偏ってない方。うん、ちゃんと国益、日本の国益が考えられる方かなと僕は思ってるんですけどね、うん、まあそう、それが誰かですよねただまあ、うん、今かなり偏ってるじゃないですか、うんうんうん、赤い方に、うん、左の方に、うん、せめて真ん中ぐらいでいてよとは思うんですよね、うん、いや右じゃなくていいと思ってるんです、うんうんうん、真ん中にいてとは思うんです、うん、はい、それがマシリトがやってっていう話で、マシリト亀仙人でもいいです444って喋ってくれる、うん、はい、なんてねなんて、あ、妄想、妄想をしてみました、うん、とりあえず我々は受任者として署名を集めています、うんうん、はい、で大村一県知事リコールが叶えば、うん、叶えばこんな今挙げた4人、4人、一度さん合わせて5人、うんうんうん、ご検討いただければと、ぜひご検討いただければ、はい、もし他の代案があれば全然、はい、うんうん、河合園子さん、渡辺美奈代さん、たくさんいます、うんうん、今ちょっとごめんなさい、おにゃんこに偏っちゃいましたけど、うん、申し訳ございません。アンパンマンもいます。あ、なるほど戸田恵子もそうですね確かに戸田恵子さんもそうです、戸田恵子さんも、
いかがでしょうか、はい、ありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。